浅草公会堂、いい音してますか？俺たちのいい音聞こえてますか？オーケー、それじゃあ、ここに集まった君のサウンドチェックもしたいんで、一緒に叫んでください。こんな感じ、行こう！Freestyle, freestyle, 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 freest
しくお願いしますが、ライブちゃん、ファンキー4、スクービードゥです。よろしく。下町コメディ映画祭初出演です。よろしく。第10回だってね。今年は小松政夫さんがコメディ映画賞受賞ということで、おめでとうございます。小松政夫さん、親子おめでとう。ほら、伊藤聖光さんも、このコメディ映画祭初めて10回目で、10回、10年、すごいよね。すごいよ、俺ね、1回目をお客で見に来てさ、もう見に来た、多分そこら辺だったと思うんだよね、真ん中ら辺かな。映画見たんですよ、三木のり平さんっていうね、コメディアンの映画見てさ、YouTube とかにさ、ないようなやつなのよ、テレビでやらないようなやつでさ、腹抱えて笑って、やっぱそういうのってさ、こう、なんつうの、こういう場所でこう、お祭りでもやんないとないもんになっちゃうじゃない、お笑いとかさ、音楽もそうでさ、なんかお笑いも音楽もなくても生きていけんのよ、言ったらなくても生きていけんですけど、俺たちも君もやっぱ楽しく生きたいじゃないですか。どうせ死ぬなら楽しく生きたいじゃないですか。だから俺たちにも、そして今日ここにいる君にも、音楽やお笑いは必要なものでしょ、ね、同じ仲間に会えて嬉しいです。今日君がここに来るために必要だったタイム&マネー&ソウルに感謝します。 Thanks everybody! Alright、 それから伊藤聖子さんが始めたこの下町コメディ映画祭が今日この日を迎えるために必要だったタイム&マネー&ソウルにも感謝します。 Thank you!
かっこいい、音楽には一緒だバンド、かっこいい、だからよく飲む人、よく飲んでるこの人と、あの人と飲んでる、よく飲んでる、すごい、ボーカルの人、喋り上手いよ。